こんにちは、アムスタッフの小太郎です。今回はレーン 21SS の新作アイテムが届きましたので、そちらを紹介したいと思います。それでは紹介からいってみます。はい、じゃあまずはこちら、今かけているケサバッグ紹介したいと思います。でこちらは、まあ、修行僧などがつけているケサをイメージしたバッグになってます。でこのケサバッグは斜め掛けのタイプに、このような感じになっております。で本当に布を巻いてるような感じの見た目なんですけど、しっかり中身はバッグになっていて、このような感じに中はなっているのと、あと小さめのこのような袋も中にはついてます。で蓋の開け閉めなんですけど、そちらはこのついているドローコードでこのように閉めてもらう感じになっております。でこちらにはキーリングもついていたりします。まあ、本当にこれからの季節とかだったら、まあ、今みたいな感じにシャツ1枚とか本当トップス1枚になりがちだと思うんですけど、そういうのにコーディネートにこのような感じに存在感のあるバッグを付け足していただいたらかっこいいんじゃないかなと思います。で生地感なんですけど、生地感はコットンを使っていて、張り感のある生地感 でこのようにお色も黒からちょっと色あせたような、あえて色あせたような生地のお色になっているので、この自然なドレープ感の出る生地がすごいいい感じなんじゃないかなと思います。でお値段なんですけど、1万9000円プラスタックスでフリーサイズとなっております。で僕の身長170センチ、体重55キロでこのようなサイズ感となっております。はい、こちらバンドトップシャツ着用していました。全体こんな感じになっております。はい、で、まあ、こちらの特徴は、まあ、中にインナーを着てもらって上からプルオーバーのような感じに羽織ってもらえるようなシャツになってます。でサイズが一応 L なんですけど、結構あの着丈も長めで、まあ、肩なんですけど、こっちにはちゃんと肩幅なるようについてるんですけど、こっちは本当あの袖とつながってるような生地になってますね。袖丈も着丈も結構程よい長さといった印象です。で、まあ、特徴はまず生地感はリネンを使ってるんですけど、まあ、リネン 100% にすることによって本当これから夏場とか涼しく着ていただけますし、まあ、少し落ち感のあるようなシルエットがかっこよくなってるんじゃないかなと思います。でこのようにフロントの部分はこちらをボタンで開け閉めしていただけるんですけど、結構こちらのスリットが長めになってるんで、本当にインナーとか色で遊んでもらってもいいんじゃないかなと思います。で着丈とかもこの後ろ身頃だけ少し長めに作られているのが特徴となっていて、レイヤードなんかにもすごい相性がいいんじゃないかなと思います。でこちらサイズが L でお色ブラックのお値段が 22,000 円プラスタックスとなっております。はい、続いてキルティングレスキューベストを着用していました。絶対こんな感じになっております。はい、でこちらサイズが M でお色がカーキとなっております。で、まあ、まず何から紹介したらいいのかなってぐらいめちゃめちゃディテールがいろんなところに組み込まれたアイテムになってるんですけど、まあ、本当に一見するだけでもめちゃめちゃ存在感あるベストになっていると思います。で、まあ、イメージとしては本当にレスキュー隊員とかが使うレスキューベストをイメージして作られてるんですけど、で、まあ、名前にある通りキルティングになっていて、まあ、若干立体感のあるような感じに作られてます。でポケットなんかも本当めちゃめちゃついていて、まあ、こちらにフロントの部分だけだと3つなんですけど、なんかあんまり荷物とか持ちたくないよって人は本当ポケットめちゃめちゃ便利に使っていただけると思います。でサイズの調節なんですけど、まず開け閉めはこちらがフロントの部分がこのようにマジックテープになっているので、まあ、そちらを開けてもらうと開け閉め調節していただけます。でこちらのインナーの部分も、まあ、裏地がこのようにオレンジになっていて、ポケットも両方についています。で後ろの部分とかもこのような感じに、襟の後ろの部分が本当レスキュー隊員が
着用してる感じのデザインになっていたりで、あとはこちら後ろがこのような感じに、まあ、蝶々結びで締めてもらうようになってるんですけど、まあ、こちらを開けてもらったら、まあ、結構身幅が広くなると思うんで、それで身幅とかも調節していただけると思います。で、加えてこちらに調節用のアジャスターもついていて、ここにマジックテープもついてるんで、本当に、まあ、フリーサイズなんでいろんな体型の方に着ていただけるし、なおかついろんな形に変化するベストになっているので、まあ、飽きずに着用していただけるサイズ感になっていると思います。で、一応これ開けてみると、まあ、こんな感じに取り外しできるんですけど、こちら裏の部分にも一応このようにゴムのベルトがついている感じになってます。今度は青色ブラック着用してみました。全体こんな感じになってます。まあ、今度はもう後ろの部分もあの前のマジックテープの部分も全部開けてみたんですけど、まあ、開けてもこんな感じでかっこいいんじゃないかなと個人的には思います。まあ、なんか後ろのこうやって紐が垂れてる感じとかも本当レイっぽくてめちゃめちゃかっこいいと思います。で、こちら両方ともサイズフリーサイズとなっていて、お値段が5万7000円プラスタックスとなっております。はい、こんな感じで今回はレイ 21SS のアイテムを紹介しました。で、さっき紹介したアイテム全てオンラインでも購入いただけますので、よかったらチェックしてみてください。 YouTube のチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。 Instagram もやってますので、よかったらフォローしてください。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。